い、こんにちは、純米酒専門屋田新宿三丁目店の斉明です。今日もご視聴よろしくお願いいたします。連日ですね、35度を超えていて、まあ、大変暑いんですけど、まあ、店内もですね、窓が非常に多いですので、まあ、エアコンの効きがね、まあ、今一つということで、まあ、全開でね、エアコンがかかっております。はい、というわけで本日はですね、たまに日本酒のラベルを見ていて見かける、特別純米酒、まあ、あるいはね、特別本醸造なんていうね、言葉もありますけども、まあ、その特別純米酒といった時の、特別というのが、何を意味をするのかということをちょっとお話をしたいと思います。はい、まあ、こういったですね、ラベル、まあ、これは愛知県の提灯ですけども、まあ、こちらご覧いただくと、特別純米酒というふうに書いてあります。じゃあ、何が特別な、まあ、純米酒なのというね、話になってくるんですけども、まあ、こちらも一応定義は、あるんですね。はい、まあ、一つはですね、精米具合が 60% 以下、はい、まあ、要はですね、お米を4割以上削って6割残っている、まあ、精米 60% 以下、まあ、あるいはですね、まあ、精米 60% 以下じゃなくても、まあ、例えばその蔵元さんの中で、いわゆるこう特別な醸造方法を取りましたよと言った時に、特別純米酒というのを名乗ることができます。で、まあ、このですね、まあ、特別な醸造法というのが、まあ、非常に曖昧といいますか、まあ、これはもうそれぞれの蔵元さんに、委ねられております、判断は。まあ、例えばですね、普段はその蔵元さんは500万石しか使わないけど、また錦を使いましたとか、またあるいはですね、絞り方がちょっとね、普段とは違うんですとか、そういったですね、まあ、蔵元さんが、まあ、言ったですね、特別、まあ、それがですね、特別純米酒の特別になってくるので、まあ、そういった意味ではですね、かなりこう曖昧な定義となっております。で、まあ、いわゆるお酒のですね、まあ、ランクといいますか、まあ、価格帯の話でいきますと、まあ、一番高いのは、まあ、いわゆる純米大吟醸で、次に純米吟醸で、その次にですね、大体特別純米が入ります。で、そして最後純米酒ということで、純米吟醸と純米酒の間ぐらいの位置づけのお酒というふうに、大体捉えていただければ、まあ、そんなにね、間違いはないかなと思います。純米吟醸ほど華やかでもないし、まあ、そしてですね、純米酒ほど、ボディがしっかりしてるわけでもないけど、まあ、純米のね、うまみは感じられますよと、まあ、そういったですね、純米吟醸と純米酒の間ぐらいに位置するのが特別純米というふうに捉えてください。まあ、そして結構多いのがですね、その特別純米酒というのがその蔵のね、目指す味わいを表現している場合がね、実は結構あります。まあ、ですので、その蔵元さんの特別純米酒を飲むと、あ、この蔵のね、目指す味っていうのはこういうことなのかなっていうことがね、まあ、感じ取れることも多いですので、まあ、ぜひともね、まあ、そんな視点でも見てください。はい、というわけで本日はですね、特別純米の特別とは何ぞやということをね、少しお話をさせていただきました。本日もご視聴どうもありがとうございました。